こんばんは、佐野元春です。みんな元気でやってますか？おたうレディオショー、毎週この番組は NHK の小さなスタジオから素敵なポップスやロックンロール届けてますけど、楽しんでもらってますか？さて、番組の方なんですけれども、10月13日までちょうど来月の第2週目までに当たるんですけれども、番組ではゲスト DJ を迎えています。大滝英一、現在僕の方は、アルバム制作の最終段階で、ロンドンとニューヨークに行ってます。その間 DJ を大滝さんにバトンタッチしてるわけなんですけれども、今日も何か面白そうなプランを立てているようです。番組の内容は始まってからのお楽しみということで、ごめんね、早速行ってみたいと思います。大滝英一レディオショー、今日はその第3回目、ブルーマンデーをぶっ飛ばせばいいことに、50分間最後までリラックスして楽しんでくれれば嬉しいです。 I wanna be with you tonight。さて、留守番 DJ の3回目は、本日はフォークロックを特集してみたいと思います。60年代の中期から後半にかけてのフォークロックのサウンドを楽しんでもらいたいと思います。 The Birds。 バーズでお送りいたしました。タンタンタンでした。60年代の63、4年ぐらいにビートルズが出てきまして、そのビートルズに対抗するという形で、アメリカのグループはこういうフォークソング、フォークロックを中心にしたサウンドで対抗したわけですけども、中でもこのバーズというのは、まあその先兵隊といいますかね、そういう形で出てきました。でこのタンタンタンという曲は、そうですね、その前の曲なんかから考えると詩の内容がやっぱり大きく、このフォークロック、フォークソングの場合に違うように思いますけどもね。それからギタースタイルなんかでも、こうワイルドでビートがあってどうのっていうよりも、こう生ギターの
感じをエレキに置き換えたというのも一つのまたこのバーズの特徴でもあったし、フォークロックの特徴でもあったわけですね。でタンタンタンという曲は、まあ、ピート・シガーという、まあ、そのフォークの人が曲であるということですけども、この詩自体はかなり古くから古い書物に、この書いてあるそうですけどもね、曲はピート・シガーがつけたということらしいです。まあこういうことで、単純にただ愛の歌やそういうのじゃなくて、詩の内容が変化したというのがこの60年代中期のサウンドの特徴だったわけです。ピート・シガーと同じようにボブ・ディランというこの元春レディオショーをお聞きの方は、もうご存じと思いますけどもね、ボブ・ディランという人の曲もたくさん取り上げられました。次はディランが書いた曲でございます。悲しきベイブ、The Turtles。タートルズでお送りいたしました It Ain't Me Babe、直訳しますとそれは僕じゃないよというタイトルになるかと思いますが、これはディランの曲でございます。まあ、タートルズというグループは別段そのフォークソングとかプロテストとかあまり関係がなかったようですけども、まあ、そういうグループもディランの曲とかそういうフォークソングを取り上げるというような時代だったわけですね。その中でも例えば作曲能力のある人とかいろんな個性的な曲を作ったという人もまた、一方にはいまして、ジョン・セバスチャンというこの人は非常にいい曲を書いた人ですけども、その人がいたグループラビンスプーンフルの曲を聴いてみましょう。Trying to tell a stranger about a rock and roll. Do you believe in magic?
ラビンスプーンフルでお受けいたしました。魔法を信じる会 Do you believe in magic でございましたけどもね、このグループはまあ多少カントリー的な匂いがまあちょっと強かったですね。ギターの感じもカントリーに少し近かったように思います。さて、いろいろなまあこの曲がありますけど、前に第1回目にかけましたロックンロールなんかに比べますと非常に優しくソフトという感じはありますけどもね、たくさんの名曲が残ってますけども、次の曲聴いてみたいと思います。 The Circle で Red Rubber Ball。 でお送りいたしました。 Red Rubber Ball でしたか。なかなかいい曲ですよね。で、このサークルというグループはビートルズと同じマネージャーで、ブライアン・エプスタインという人が、こういうグループもプロデュースしたりしてたんですね。やはり、時代だという感じもあります。ビートルズも後半、中盤から後半にかけまして、詩が少し難しくなったりとか、ディランに影響されたりとか、いろいろ曲調も初期の頃からは変わっていくわけなんですけども、まあ、こういう動きと無縁ではなかったということだと思います。さて、今のレッドラバーボールを書いた作曲者、この人はポール・サイモンという人で、ご存知サイモンとガーファンクルのポール・サイモンでございました。この人なかなかにまた良い曲を書きましたし、バーズと同じようにサイモンとガーファンクルもなかなかにこのフォークロックのシーンでは重要なグループであったわけです。で、本日は非常に有名なサウンドオブサイレンスをかけますけども、これは外版でかけてみたいと思いますので、後ろの方に、これは最初は生ギターと歌というものだけだったんですね。それにドラムとベースを後でつけてビートを出したという、この辺もこのフォークロックへの移行という感じがあります。ドラムとベースがなければ普通のフォークソングだったわけですけどもね、それがいかにも、まあ後で入れたという感じもありますし、またこれがフォークロックなんだという感じを聞いてもらえるんじゃないかと思います。サイモンとガーファンクルでサウンドオブサイレンス。 Hello darkness my old friend, I've come to talk with you againBecause a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked aloneStone. Neath the halo of
サウンドオブサイレンス、サイモンとガーファンクでお送りいたしましたが、ドラムとベースが時々速くなったりゆっくりになったりするというのはいかにも後でつけたという感じはありますけども、でもまあこれが大ヒットをしまして、まあ、フォークロックサウンドというのはまあ耳なじんだわけですけども、でその60年代中期の前はまあビートルズも含めて、シックスイズポップスのようにこう軽い歌がいっぱいあったわけですけども、まあ、何故こういうふうになっていったんだろうかということなどを考え合わせますと、まあ、いろいろアメリカのその時のベトナム戦争への介入とかそういうようなこともいろいろ関係はあるんです。でちょっと前ぐらいまでっていうのはどういうふうにアメリカの若者たちは、また特に西海岸の若者たちはどういうような音楽を聴いていたというか、どういう音楽を作って歌っていたのでしょうか。というわけで、サマーミンズファン、夏は楽しいと、宿題もないし、本を読むこともないし、もうサーフィンして楽しもうという、こう夏は楽しいという、こういうような歌を歌っていたわけですね。カリフォルニアのなんていうんですか、青い空の下で、目いっぱい楽しんでたわけですけども、そこから何年もしないうちに、まあ、この曲を作ったのは、ね、P.F. スローンという人です。この P.F. スローンという人が、まあ、何年もしないうちにこういうような歌を作るようになるわけでございます。 Eve of Destruction, Barry McGuire。The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me over and over and over again, my friend, you don't.Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me.Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation.Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
バリー・マクガイアでお送りいたしました明日なき世界というタイトルがついてましたけど Eve of Destruction 破壊の前夜という怖いタイトルでした。で当時僕は高校1年から2年ぐらいになるところで、前の曲のように夏は楽しいよとかああいうような曲ばっかり聴いて暮らしてたんですが急にこういうような同じ人がこういう曲を作ってでこれがアメリカのヒットソングでナンバーワンになったりした時に非常にびっくりしまして、なんとなく曲意味は分からなくてなんとなく曲の感じは暗いという感じがあると思いますけどもまさにその通りでだんだんこう時代が暗くなっていったんですよねとともに音楽も暗くなっていきましたけどもまあなぜかまあでもカリフォルニアというかまあどうも季節がいいらしくてまあ若者はのんきに暮らしてたわけですけどもまあみんな寒いニューヨークを離れてみんなでカリフォルニアの方へ行こうということでこの頃からいわゆるその平和運動というのが盛んになるわけででカリフォルニアがカリフォルニアの青い空がですねそういう平和運動のメッカというふうになるわけで、まあ、それの、まあ、結果的にはタイトルソングのような形になりましたけども最近ビーチボーイズもカバーしましたがなかなかこの曲は曲としても良い曲でございますがグループはママーズ&パパーズで、カリフォルニア・ドリーミング。All the leaves are brown and Papa's で夢のカリフォルニアカリフォルニアドリーミングをお送りいたしましたということで、まあ、カリフォルニアへとみんな向かうわけなんですね。さて次の曲は、まあ、カリフォルニアの中でも特定の今度地名が出てまいりましてサンフランシスコということになります。でサンフランシスコに花を頭に刺していくというのが、まあ、一つの平和運動の象徴にもなりましてで、このフォークロックサウンドをフラワーサウンドというふうにも言われたりフラワーピープルなどという言葉も出てきたりもしましたけども、まあ、それの代表曲ということで、聞いてみましょう。スコット・マッケンジー。
vibration, such a strange vibration. スコット・マッケンジーで花のサンフランシスコをお送りいたしました。これは作曲が先ほどのママザンパパズのリーダーのジョン・フィリップスが、曲を作ったわけで、本当にこれはあれでしたね、大ヒットしまして、みんなで、花を紙にかざして歩いたというようなこともありました。先ほどのバーズ、それからママザンパパズ、バリー・マクガイア、そしてこのスコット・マッケンジーのこのサンフランシスコ、みんな、実は同じミュージシャンであるというようなところも一つ面白いところで、またこのミュージシャンの人たちはそのまた何年か前にはスペクターサウンドの立役者でもあったというところもなかなかに面白いところがあります。それから左側でシタールの音がコワンコワンコワンって言ってましたけども、この辺も時代を象徴してますかね。まあ、分かりやすい音とか単純な感じではなくなって少しずつ複雑になっていきますし、で今までちょっと優しい音楽だけをずっとかけましたけども、だん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 、そうですね、荒っぽくなっていくわけで、でサンフランシスコっていうのはまた特に、まあサンフランシスコでは特にいろんなバンドが出てきまして、バンドは結構荒々しかったですけどもね、シスコサウンドなんていうのことを言われましたけども、このグループは特に、まあ、サンフランシスコではまず一番最初に有名になったんじゃないかと思います。ジェファーソン・エアプレイン。 When the truth is found to beWe'll be right back.
ェファーソンエアプレインでお送りいたしました。 Somebody to love あなただけをというタイトルでしたかね。なんか変なタイトルだ。ジェファーソンエアプレインはスターシップと名前、ジェファーソンスターシップからスターシップという名前を変えてまだ活躍中ですけども、まあこういうサイケデリックな感じ、サイケデリックサウンドなどとも呼ばれましたけども、こういうサイケデリックな感じになってきたんですね。でこのバンドサウンドっていうのは、特にテレビやラジオのサイズに合わない感じがしますね。聞いてくるとその前のまだフォークロックだとまだテレビやラジオのサイズに合うような気がするんですが、そのまた昔のロックンロールっていうのは完全にそういう風なサイズに合っているような気がしますが、この辺になってきますともう本当にライブ向き、コンサート向きという感じがして、まあ、特にまた野外コンサートなどというのがだんだん流行りまして、この頃はモンタレーポップフェスティバルなどというのもあったのがこの頃だったと思います。さてこのジェファーソンエアプレインにいまして、脱退しまして、グループを作ったと結成したスキップスペンスという人がいて、その人が作ったグループでモビーグレープという、これもまたサンフランシスコを中心に活躍したグループで、このグループがとても僕も好きになりましたし、みんな細野晴臣とか鈴木茂、松本隆、この4人は非常にこのグループが好きになりまして、バンドを作るわけでございますけども、まずはその曲聴いてみましょうか。オマハという曲ですけども、モビーグレープ。でオマハという曲を聴いてもらいましたけども、これはもう大学じゃない、高校卒業しておりまして、もう大学生ぐらいの頃でして、まあとにかく好きでしたね。このギターサウンドがやっぱり、どっか根本にこうロックンロールの感じが残っているところと、このワイルドなビートとも、このモビーグレープっていうのは本当に好きで、彼らからかなり影響を受けていろんな曲を作りました。さてその モビーグレープに負けずとも劣らないくらいに一番好きだったグループがありました。それは、バファロースプリングフィールドというグループでした。この人たちは最高に好きでしたね。まずは1曲聴いてもらいましょうか。ブルーバード Listen to my bluebird laugh She can't tell you why Deep within her heart you seeSits aloft a bird, strangest color blue, lying is forgotten now, thinks only of you.
バッファロースプリングフィールドでお送りいたしましたブルーバード、これはシングルバージョンで LP はこれから延々とまた、後半が続くんですけども、シングルはこの辺でフェードアウトをしているというものでございましたけど、まあとにかく、ハッピーエンドというグループはこのバッファロースプリングフィールドを母体にしてできたバンドで本当に影響されました。いろんな曲はもう全部バッファロースプリングフィールドから持ってきたと言っても過言ではないくらいな あれでしたけどもね。次またバッファロースプリングフィールドから言いにくいな、聞いてもらおうと思いますけども、ロックンロールウーマンという曲 で当時ビーチボーイズはまあ割合にそうです、あまりこう政治的な歌とかずっと歌いませんでしたし、かたくなにはそのカリフォルニアのサーフィンとかああいうのを守っていたってのもおかしいですが歌っていたわけなんですけども、さすがにこの頃になるとビーチボーイズもこういうようなことをやりだしたようでしたね。ビーチボーイズのビデオが今出てますけども、途中で、やはり変な格好をして、サイケな格好をしてステージをやっていたみたいです。でそのビーチボーイズのビデオを見ますと、このバッファロースプリングフィールドの曲を1曲、やってましたね。ビデオで入ってましたけども、そのまたオリジナルでございますが、これを聴いてもらいたいと思います。ロックンロールウーマン。バッファロースプリングフィールドでお送りいたしましたロックンロールウーマンでしたね。なかなかに、こういうような曲は好きで、で今の曲が特にバッファローの特徴的なところが出てるのはやはりロサンゼルスを中心に活躍してる。ですから、この人たちも
少年時代というかやっぱりサーフィンをして、カリフォルニアの青い空の下で楽しんでいたのに、時代が変わっちゃったんで、まあ、だんだんこういうような音楽をやるようになったという、しかしながらそのなんて言いますかね、そこに、あるものっていうのが出てますよね。コーラスなんかは、ウエストコーストビーチボーイズ的なところもありますし、で歌はやっぱリズム&ブルースにすごく影響されてこうギュッとこううなった歌い方で、ですから、コーラス派の人にはあのうなるボーカルがどうも嫌だっていう人と、それから、もっとリズムブルースを聴きたい人はなんか半端にコーラスが入ってるのが嫌だっていうんで、割合に何て言いますかね、こう嫌われた部分もあったんですけど、僕らにとってはなんか両方あるというので、とてもすごいグループだなっていうふうに思いました。で中心人物は今の歌もブルーバードもスティーブ・スティールスという人でした。この人がまあリーダーで、もう一人ニール・ヤングという人もいまして、で後にまあバラバラになって、各々ソロ活動をやるわけですけども、まあ、この頃両方とも、まあ、このグループに在籍していたというところも含めて、すごいんでありましてですね、のブルーバードのシングルの B 面にニール・ヤングの曲が入っています。それが、これもかっこいいロックで、ミスター・ソウルという曲です。バファロースプリングフィールドでミスターソウル、ニール・ヤングのリードボーカルでした。昨年ハッピーエンド再編をしましたときに一番最初に音を出したのは、なんとこのミスターソウルの片面のブルーバードを一番最初にやり出したのを思い出しました。ね、本日は65年から70年前までのサウンドを中心にお送りしましたが、次週はこの続きで70年代初期のサウンドを中心にお送りしていこうと思います。さて今夜のお便りレディオショー、ゲスト DJ 大滝栄一を迎えての50分間楽しんでもらえましたか。番組リスナーの皆さんの中でもし大滝さんに何かリクエストというようなことがあれば、この際ですのでぜひハガキに書いて送ってください。宛先です。郵便番号150、東京都渋谷区神南 NHK お便りレディオショーの係です。お便りレディオショー、来週のこの時間も引き続いて大滝栄一の DJ プログラム、ぜひお楽しみに。佐野元春でした。おやすみ。